どうもこんにちは、松井塾の松井です。本日のテーマはこちらということになるんですが、公衆衛生ということになります。公衆衛生ということになるんですが、上下水道の整備をしていきましょうねということになります。はい。公衆衛生っていうのはややこしいんで一応言っとくと、みんな綺麗に行きたいよね。綺麗に生活できて安全に生活したいですよねっていうのが公衆衛生だと思ってください。そうすると一番わかりやすいのがこの上下水道の整備ってことが大事になってます。で、上下水道を整備しなかったらもうみんな、もう30ぐらいになったらもうみんな死んでます。30ぐらいになったらもうみんな全滅してます。というふうな形になる。つまり、安全で、安心なお水をちゃんと飲めますかということが非常に大事になってきます。こういうのが公衆衛生です。必ずいつか皆さん、文言をしっかりと覚えていってください。いつか、文言をしっかりと覚えて。公衆衛生って何ですか？上下水道を整備するものですよとか。こういうふうなところのやつを、要するにしっかりと覚えていくという必要性がありますよということになります。で、公衆衛生、上下水道を整備することですよ。ということですね。はい。ということで、この社会保障の4本柱、しっかりと皆さん覚えていくようにしましょう。しかし、この社会保障を、脅かす大問題が発生しているわけなんですけれども、その大問題とは一体何でしょうかということが次回以降になります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。